高橋さんといえばやっぱり逃走中ってあの子供に人気のコンテンツ作られたかなと思うんですけど、あれ子供向けに人気のコンテンツ作るのってどうしたらいいんですか？まあ、一番最初別に子供ターゲットにしたコンテンツを作ろうと思ったことはそんなにないんですけど、僕ちょっとアニメの制作とかもさせてもらっていろんな人に教わったことのまとめではあるんですけど、一言で言うと子供をターゲットにしたコンテンツって作りやすいんですよ。でこれなんでかっていうと、子どものやっぱり思考とか行動原理ってすごく普遍性が高いというか、もう昔からずっと変わってない。僕が子どもの頃はもちろんです、それ以前もそうです。分かりやすく言うと、いつの時代も子どもってやっぱりエレベーターのボタンを押したがるとか、例えばうんちが大好きですねとか、僕アニメ作ってる時とかやっぱお尻とかがそのキャラクターでちょっと出たりすると子供がキャッキャ喜ぶ。なんでそのキッズをターゲットにしたアニメ作品を作る時は、30分の動画だったら1回はお尻を出したりおならをついしちゃうとかっていうことを入れるようにした方がいいよみたいな話であったんですけど、それはまさにそうですよね。なんでか知んないですけど笑うんですよ子供って。じゃあ他の世代と何が違うかっていうと、他の世代はやっぱり時代とともにもちろんいろんな部分で普遍性のある感情はありながら、より複雑ですし、人の興味も細分化してってるし、それは何でかっていうと人の興味の細かい部分を拾い上げられるコンテンツが増えたし、メディアも増えたことが理由なんですけど、そういう部分で言うと大人はまあなかなかこう十把一からぎにはしづらいところはあるものの、やっぱ子供は比較的子供って言えちゃう部分があって、まあ端的に言えば自分が子供の頃の気持ちを思い出したりとか、お子さんがいる方だったら自分の子供を見てれば同じような感覚とか行動原理だったり興味で動いているものなので、作り手からすると、まあ、方程式にはハマりやすいターゲットである、まあ間違いないですね。なんで僕はうんこ漢字ドリルにすごく嫉妬したんですよ。はあ、素晴らしいコンテンツだなというかヒット作品だなと思うんですけど、その方程式的にはすごく作りやすいはずだし、でもちろんその似たような企画をいっぱい今それまでもあったはずだし、ヒットしなくても似たような企画ってあったと思います。例えばうんこうんちをベースにしたそれで興味を引くような商材とか飼育玩具とかあると思うんですけど、考えて頑張ってやれば僕にもできたんじゃないかなとどっかでやっぱ思ってしまうぐらい優秀なコンテンツなんです。まあでもできないんですよ。できなかったし、そこにはいろんなその努力とかたくさんのノウハウが詰まってるのは間違いないんですけど、子ども向け商品で当たってるものっていうのは嫉妬しやすいですね。ちょっと考えればできたはずなのにってやっぱ思えるのは子どもが普遍性が高い生き物だからっていうことなんですけど、ただ子どもターゲットにしたコンテンツを作るときに注意しなきゃいけないのはやっぱり時間の進み方が違うんです、子どもと大人って。これなんか皆さんよく言うと思うけど、もう1年早いなとか年々1年が早くなるよねっていう話ってあると思うんですよね。僕も本当思いますよ。40超えてから本当に矢のような速度でね1年が進んでいくわけです。小学校6年間って今の6年間と違うように感じるじゃないですか。でも1年は物理的には同じ1年のはずなのに、まあいろんな説がありますけど、ご存知の方もいるかもしれないですけど、これを明確な理屈でね、ジャネーの法則っていう法則があって、1年をどう感じるかなんで、自我はほぼないわけですけど、まあ、0歳の人が1年ってどのぐらいかって感じるには1年過ごしてみないと分かんないじゃないですか。はいはいはい、1年経ってみて、あ、これが1年なんて初めて分かるわけです。っていうことで言うと、例えば6歳の人は自分が生きてきた6年間の6分の1が1年だという感じ方になるということなんです。だから10歳だったら自分の人生における10分の1が1年だというふうに感じる以外は感じ方がないということなんですよね。だから僕は今45歳ですけど、僕にとっての1年は今45分の1年なので、当然加速度的に1年が早くなる。すごい面白い法則だなと思って納得したんですけど、その理屈ですると大体なんか中学生ぐらいでもう人生の半分超えてるらしいんですけど、おおよそまあまあそういうことになるなとは思うんですけどね。大人になるとどんどん時間が過ぎるんで大切に日々生きなきゃなって思うんですけど、まあ話戻すと、例えば子供が何かこう熱中するじゃないですか。流行ってるアニメでもいいし、おもちゃでもいいし、ゲームでもいいんですけど、そうするともう飽きたのって
思うことってあると思うんですね。子供を持ってらっしゃる方なら分かるんですけど、せっかく買い与えたのにとか、こっちも一生懸命ついていこうと思って勉強したのに1年で飽きちゃったとか、それこそ半年で飽きちゃったって思うかもしれないですけど、6歳の子供だったらその人にとっては人生の6分の1ハマってることになるわけですよね。1年間半年でも12分の1ハマってることになるので、例えば60歳のおじいちゃんだとしたら、人生の6分の1は10年間ハマってた、子供が半年ハマってたとしたら、その60歳のおじいちゃんにとっては5年間ハマってたことと等しいっていうことです。だから子供の中では結構な時間ハマってたつもりでいるっていうことですね。あとは例えば違う角度で言うと、子供の頃楽しみにしてたアニメとかテレビ番組が、まあ大体週に1回放送してたと思うんです。まだこれ見てる方がまあ20代ぐらいであればその感覚ってまだあると思うんですけど、それがなんかこう特別番組だったり特別編成で休止になったりすると2週間空くわけじゃないですか。空きますね。すごい長かった記憶があるんです。週に1回でもすごくなかなかそれが訪れなくて楽しみにして待ってた。で、僕子供の頃にすごいドラクエにハマってたんですけど、ドラクエが開発の遅れで3ヶ月発売日が伸びましたとかよくあったんですけど、まあ、今で思えばですよ、そのゲーム開発なんて遅れるのが当たり前だとも思うし、まあ、3ヶ月ぐらいだったら誤差じゃないですか。だけど子供からすると半年間発売延期とかも永久に訪れない時間の先のことに感じちゃいましたよ、はい、だから大人が感じる1週間とは全然違う。1週間ぐらいならいいだろう、1週間お休みにしてもいいだろう、しても子供からすると2週間ことになるのですごく寂しい気持ちになるし、発売延期だと二度と買えないんじゃないかと思うぐらいのショックがある。だからそこだけは大人と決定的に違うので、子供向けの何か商品作ったりサービスを考えるときはその時間の感じ方が違うというのはすごく大事な部分なんじゃないかなとは思ったりします。みたいな話をいろいろさせていただいておりますけれども、こちらの本に書いてあります、人が動くコンテンツの作り方という本です。よろしければご覧いただければと思います。あとそれに付随してこの前出した企画という本があります。いい企画なんて存在しないという、まあ、サブタイトルの本ですけれども、こちらも分かりやすくコンテンツの作り方、企画の考え方が書いてありますので、よろしければ読んでいただければと思います。